戦ですね。しなこ先生も離婚に用事があったんだ。なんだ、そういうことか。よかったね。ずっと好きだったんだもんね。離婚をずっとキープしてずるいよ。なんて言っても仕方ないよね。始まる前から分かってたことだし、人の気持ちなんて変わるもんだし。ハル、私に気を使わなくていいよ。